はい、今日のビデオはですね、ピックにアセンブリ言語を焼き付けてモーターを動かす動画、やってみたいと思います。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、それではですね、ピックにアセンブリ言語を焼き付けてブレッドボードにモーター回路を組み立ててみたいと思います。まずは前回のプログラム説明の動画でコーディングしましたプログラムが今画面にあるんです。これビルドして機械語に翻訳したんです。その機械語をピックに焼き付けたいと思います。それではですね、ピックにアセンブリ言語を焼き付けたいと思います。こちらにピックプログラマー A+ という機械があるんです。これですね、今回使いますピック 16F84A、 これをつけてまいります。見えるでしょうか？ボッチがある方が上なんです。これをピックプログラマーのですね、こちらに18ピンと書いておりますので、その上から2つ目ですね、足を合わせて、プロテクターをつけるんです。そしてピックプログラマー A プラスにはですね、このマイクロ USB 端子ですね、これはめまして、反対側の USB 端子、こちらはパソコンの USB ポートにつけるんです。それではですね、ピックプログラマーをパソコンの USB 端子に接続しましたので、ポートを確認してまいりたいと思います。スタートボタンを押しまして、コンピューターで右クリック、プロパティを選んでください。デバイスマネージャーというのがございますので、そこのポートですね、このツリーを展開してみてください。すると USB シリアルポート COM5 と書いてますので、この5番という数字を覚えておいてください。それではですね、ピックにアセンブリ言語を焼き付けたいと思います。ピックプロ .exe というソフトを起動しますと、実行を押してください。ソフトが開くんです。ファイルですね、ここにポートというのがございますから、COM の5番になっているのを確認して OK を押してください。そしてチップセレクターというのがございますので、プルダウンからもう1回ピック 16F84A を選んでみてください。するとヘキサコードがクリアされるんです。そして、ロードボタンを押してください。で、目的のプロジェクトはですね、先日書いたプロジェクトが、ピックアンダーバー ASM アンダーバーモーターというものですね。それをダブルクリックして、ディストホルダー、デフォルトホルダー、プロダクションホルダーと押してみてください。で、ピックアンダーバー ASM アンダーバーモーター .x ドットプロダクションドットヘキサという機械語のコードがございますので、これを選択して開きます。そして、プログラムボタンを押してください。すると何やら英語で聞いてきますが、このような設定になってますので、これ OK ですので Yes を押してください。するとプログラミングは完了したよと出るんです。それでですね、ピックプログラマーを通してパソコンからアセンブリ言語をピックに焼き付けましたので、プロテクターを解除してピックを外します。これをブレッドボードにつけるんです。はい、それではですね、アセンブリ言語をピックに焼き付けてモーターを回転させる回路をブレッドボードに組み立ててみたいと思います。まずは先ほどアセンブリ言語を焼き付けましたピック 16F84A、 これをブレッドボードにつけます。こっちにボッチがあるんですが、それを上にしまして、ブレッドボードの上の溝を挟んで、真ん中につけてみてください。つけました。それですね、まずピックに電源を供給していきます。まず14番ピンですね、上から1、2、3、4、5番目に配線しまして、プラスにつなぎます。そしてですね、4番ピン、MCLL ピンですね、リセットピンなんですが、
そちらは使わないということになってますので、使わない場合はこの10キロオムのプルアップ提供を介して、電源に5ボルトにつなぐんです。これをつないでみます。つきました。そしてですね、5番ピンですね。5番ピンに、グラウンドを接続します。このワイヤーコードでつけています。グラウンドから5番ピンですね。ちょっと細かいんですけど、これ4番ピンだ。1、2、3、4、5、OK です。5番ピンにつきました。そしてですね、今回モーターを回すスイッチなんですが、正方形の緑押しボタンスイッチ、仮に真ん中辺に、ブレッドボードの真ん中の溝を挟むように、つけてみてください。ついたんです。そしてですね、ピック 16F84A、 外部発信機がないと動きませんよね。今回用意した外部発信機は 20MHz のクリスタルなんです。これをですね、仮にここら辺にでもつけてみます。そしてですね、まずはクリスタルの左側のピンにつけて、13番、15番ピンでも16番ピンでもいいんですが、つけます。で、お隣の右のピンにですね、またジャンパーコードをつけまして、16番ピンにつけてみます。そしてですね、22ピコファラデーの積層セラミックコンデンサー、クリスタルの足につけるんですよね。つけましてですね、グラウンドに落とすんです。これはクリスタルが安定的に動作するようにつけるコンデンサーなんです。2つつけました。 OK です。で、今度はスイッチから受け取る入力ですね。これはピックの右側の上から2番目17番ピンにジャンパーコードをつけて、これを入力といたします。で、スイッチの右側につけてみてください。で、その先にはですね、10キロオームのプルアップ抵抗を用意して、5ボルトからつなぎます。そして、スイッチの反対側ですね、反対側には、ワイヤーピンでグラウンドに落とします。つけました。で、今回主役のですね、モーターを回すための電解硬化トランジスタ 2SK の2232、これ、仮にですね、ここら辺につけてみます。ここでいいかと思うんです。そしてそのモーターを回すための出力ですね、ピック 16F84A の10番ピン、こちらにつないだジャンパーコードを2SK2232 のゲートに入れますので、仮にここら辺にでもつけてみます。もうちょっと先にですか、この辺ですかね。で、制限抵抗をつけるんですよね。220オームの抵抗なんです。これをピークの10番ピンから来た出力につなぎます。そしてですね、その制限抵抗の次には、10キロオームのプルダウン抵抗でグラウンドに落とします。見えてますかね。この方がいいですか。で、その制限抵抗とプルダウン抵抗が相まったところにワイヤーコードをつけましてですね、2SK2232 のゲートにつけるんです。この 2SK2232、 正面の文字を前にして、左がゲート、真ん中がドレイン、
右がソースとなっています。今回ゲートに10番ピンから来た電気の流れをつなぐんです。そしてですね、ソースはグラウンドに落としておくんですよね。ですからグラウンドから一番右のピンにつけるんです。あとはですね、まずはドレインですね。ドレインから来たドレイン電流をもらって、仮にここら辺でもつけておきます。そしてモーターですね。モーターのマイナスというか、マイナスというかどちらかの線を、今ドレインから来たラインにつけるんです。そして、プラスから来たラインは仮に、ここら辺でもつけておきます。でですね、今回、モーターの逆起電力を電源に逃がす ER504 というファストリカバリーダイオードを用意したんです。これもドレインから来たラインにつけまして、この分かりますか、ダイオードの端に帯があるんですが、ここ仮想度なんです。アノードから仮想度に向かって、電気が流れるように、このようにつけるんです。で、その先にはですね、ジャンパーピンというかワイヤーピンをプラスにつなぐんです。プラスにつなぎます。でですね、5V の電源を 3V 定格のモーターにつけるわけにはいきませんので、5V を 3V 以下に落としたいんです。そのためにER504、 5A 流れても壊れないものを2個直列に、ジャンパーピンとハンダ付けしました。これをですね、電源のラインにつなぎたいと思います。これはですね、ここかな。それでですね、モーターがノイズを吸収して誤動作しないように、モーターのプラスとマイナスに 0.01 マイクロファラデーの積層セラミックコンデンサーをハンダ付けしておきます。そしてですね、電源投入直後に不安定にならないように、330マイクロファラデーの電解コンデンサーをこのブレッドボードの電源のラインに付けます。帯がある方がマイナスなんですよね。プラスはプラス、帯がある方がマイナスにつなぎます。電源を供給してみたいと思います。 5V の DC-DC コンバーター、プラスはプラスにつないで、マイナスはマイナスにつなぎます。そしてモーターマウススイッチ押してみたいと思います。見えますでしょうか、モーター落としますよね、回ってるんです。以上がアセンブリ言語をピックに焼き付けてモーターを回す回路の動画でした。どうもありがとうございました。